ソフトバンク有原康平さん、侍ジャパンの裏でひっそりと大炎上。オープン戦本拠地初登板、3回を投げて9安打6失点。開幕までに調整してもろて。ちょっとこれはあかんすよ。やっぱ先発投手がやばいんよな。さすがにどっか怪我でもしてないか心配になるレベルなんやが、大丈夫かいな。この2試合でチーム防御率爆上げやな。和田、有原、ガンケルで埋めながらって感じか？有原に圧倒的なピッチングは求めてないが、6回3失点ではまとめられるようになってもらいたい。まあそこやな、千賀とレイが抜けた分のイニング食ってくれたら嬉しいね。まあもともと期待はそこまでしてないから、開幕までにきちんと調整できるならそれでよし、ダメなら他追ってだやな。年俸のコスパ云々はファンが考えることじゃないし。ストライクは入るから四球ドーン系ではないけど、ドーンドーンドーン系やな。結果一緒やんけ。有原はど真ん中にボールが無限に吸い込まれ続けて、永遠連打食らうパターンがたまにある。みんな WBC に移動しなさいっていう有原の配慮やで。有原も侍が気になって仕方ないんか？さすがに打たれすぎやな、ガンケルに期待するか。無四球でも崩れるってこんな感じなんやな、新鮮やわ、白目。本当にヤバい先発ローテ。球もそこそこ強いしストライクも簡単に取れるけど紅白戦、練習試合、オープン戦とずっと球が高いよな。俺たちの有原。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。